どうだ、アバロンサーバーに仕込んだマルウェアは何か情報を拾ったか？全然ダメ。決定的な情報は流れてこないわ。デジタルウェーブに関係するデータはかなり頻繁にやり取りされてるみたいだけど。デジタルウェーブ？ああ、それを使って大規模なプロジェクトが進行中らしい。スエドーって研究者が中心になってかなり本格的に調べてるみたいだな。詳細データはかなり奥深くに潜らないと無理だ。あとは気長に待つしかないわ。そうか。忙しいのか、仕事。ここのところあちこちでネットワークシステムの不具合が頻発してる。調べてみても原因がわからない。バグでもなければハッキングでもない。ひょっとするとそれもデジタルウェーブ異常ってやつの影響かもな。そういや、秋葉原でも例の怪現象が起こったって。なんか東京全体が変な感じだよな。いつも以上にどんよりしてるっつうか、ざわざわしてるっつうか。この世の終わりでも来るのかね。俺だ。ああ、わかった。ザクソンか。ああ、これからデモンズに仕掛けるそうだ。余計な手立ちはするな、だと。すべて自分たちの手で肩をつけるそうだ。あらら、ヤッコさん本気だね。地味犬も災難だこと。あいつはどうした？さあ、今日はまだ見てないぜ。エリカ、あいつを見たか？さあ。あいつはどこだ？何をやっている？緊張してるの？なんでいるって。これから謎のハッカー K に会いに行くんでしょ。エリカが心配だからついていけって。一人で行く約束？でもエリカが一人と一匹なら大丈夫って言ってたよ。行かない方がいいと思うな、私。無償で何かしてくるなんて気持ち悪いってエリカも考えてたよ。絶対何か裏があるって。あれ、リュウジが来たよ。エリカに聞いたぞ。これ以上 K に関わるな。奴の狙いが何であれ、デモンズはザクソンに潰される。放っておけ。毛が生え揃ったばかりのガキがカッコつけてんじゃねえ。お前に何かあったら俺たちが迷惑するだろうが。行くなら二人でだ。結局人間も二人になっちゃったね。心配するな。俺は姿を隠してついていく。お前もそいつの端末の中に入ってろ。はーい。いいか、
深追いはするなよ。